Oh my you know Sunday Sunday Oh my you know Sunday Sunday ははい吉尾、えー、ですこんにちは本日は西原有雄の方に「ですねシャザム」はい体は大人、中身は子供はいこいつの笑顔を鑑賞しに行きましたんで帰り際にデビューさせていただきたいと思います、えー、期待しなかった作品だけにちょっと面白いかもしれないということで楽しみにしていきたいと思いますそれでは鑑賞してまいりますでは スクリーン十番、謝罪。では行ってまいります。インズハウス、インズハウス、インズハウス。はい、吉尾 V 六です。ただいま戻ってまいりました。 え本日はですね、まあ,あまり期待しなくて見に行った映画、はい、こちらですね、シャザム、はい、シャザム、こちらを鑑賞してきたんで、う、ま、ち、あ、に帰ってからちょっとレビュー取撮ろうと思ったんですけれども、雨が降る前に、あれ、あの、雨降ってきたインズハウス、インズハウス、インズハウス。ははいででですすこんにちはえ先ほどですね、あのー、公演の中で 綺麗な感じで映画レビュー半分ぐらいまで撮ったんですよこのシャザムの作品が本日鑑賞してきた映画はシャザムでございますはいこちらの映画レビューを撮ったんですけれどもなんとはいさっき雨降ってなかったのに雨降ってきてしまったんですよなのでカメラが濡れたら大変ということで急遽です車の中に避難してここで撮影させていただいて動画アップしようと思うのでどうぞ あの景色変わってしまいましたけどもよろしくお願いいたします。でまずこの「シャザム」のお話をさせていただく場合これはまあ DC の作品なんですけれどもあのー、スーパーヒーローもの今日本で全世界ですごい人気があるものっつったら「マーベル・シネマティック・ユニバース」とね「MCU」「キャプテン、えー、キャプテンマーベル・アイアンマン・ソ、えー、うハルク」えー キャプテンアメリカっていうようにスーパーヒーローたちがグラッチェして今度アベンジャーズエンドゲームっていう映画が4月の26日に公開されますでアベンジャーズのエンドゲームの4月の26日のチケットなんかは一瞬で完売だよもうそれほど人気が出る作品なんですよで DC の方この DC の方って言ったら、えー、グリーンランタンスーパーマンマン,オブスマンオブスティールですよねでバットマン、はい またあの、この間、ほら、いろいろやってるアクアマンとかさ、ああいう映画のヒーローたちが戦ってるのが、えー、DC コミックスの中のストーリーなわけですね。この二つのスーパーヒーローがいるんだけども、どっちかっていうと、日本人最近は、マーベル・シネマティック・ユニバースの方に人気が出たんですよ。で、マン・オブ・スティール、ザック・スナイダー、バットマン、はい。これで、もしスーパーヒーローっていうものが世界に本当にいたならば、 っていう感じのすげえ暗いストーリーでそのヒーローたちの苦悩を描いていった作品を撮るものだからやっぱりねちょっとねヒットはしたんだけどもそこまでがっつりいかなかったんですよね。それでマーベルを見らないやっぱりスーパーヒーローっていうものは明るく楽しく誰もが憧れる存在でないとダメっていうことでいろいろ撮り直して試行錯誤した結果。 ジャススリーグっていうものが生まれて、そこそこヒットしたわけです。で、その流れに則っ,って、このシャザムっていう作品、予告編にもある通り、体は大人、心は子供みたいな。シャザームっていうとさ、少年がスーパーヒーローなんだけども、携帯充電、携帯充電みたいな、あの、コメディ映画みたいな感じで、ストーリー、ストーリーのその予告編が作ってあるんですね。で、実際に僕これ見たときに、あの予告編見たときに、これなんか昔、シャザムっていなかったと思ったの、多分他の、 キャラクターななのか,ななんか、ね、見たことあるんですよ、ね、でこのシャザム、期待してなほんと本当期待してな申し訳ないけど、期待してなかったんです。あの、やっぱりこうコメディーでしょ。で、DC ってこともすっかり忘れてて、なんかちょっと安めのスーパーヒーロー映画を見に行ってるような感覚に陥るぐらい、予告編はそう思ってたんです。だけども、実際にまあ見てきました。その感想、まず感想から言わせていただきます。面白かったです。シャザム。 愛すべきキャラクターをここまで正当派に描いたスーパーヒーローもの、スーパーヒーローパヒロなんだけどもきちんとしたストーリーで泣かせる部分もあり今までの例えば「マン・オブ・スティール」「スーパーマン」「ジャスティスリーグ」にはなかったこう和気あいあい感覚あふれるスーパーヒーローものなので見ていて疲れないというかやっぱりさとっつきにくい部分あるじゃないですか。 マーベルの作品も DC の作品ももうすでにいっぱいの作品がやってるからこれからちょっとコメディタッチだけどヒーローものちょっと見てみたいなっていう方はシャザムおすすめです全部の作品を見てないんだけどもちょっと見てみたいなと思ってる方でもスーパーマンとか見てないけど見てみたいなっていうことは全然関係ないんで見てもらいたい スーパーマンとかバットマンとかが大好きな方、DC コミックス、ジャスティンリーグ大好きな方、どんな感じで繋がりもあるのって思ってる方、安心してください。この DC コミックスのサザムっていう作品の街はフィラデルフィアです。えフィラデルフィア、言えない。フィラデルフィアなので、その世界っていうのはその、その全世界の,そのアメリカ、日本、そこの地球がある部分の,その映画の中の世界はですね、DC のキャラクターたちが実際にいる世界として、同じ、多分、 世界に存在してる存在でバットマンもスーパーマンもいるはずなんですよねなので映画の中の随所にスーパーマンの話が出てきたりバットマンの話が出てきたりするんであれなんか何の映画を見てるんだろうっていう感覚には陥ると思いますじゃあ実際に、ね、シャザムの作品をちょっとご紹介させていただきますと俺は子供だ、はい、俺は大人だ俺はよしおだ、はい、そんな感じですねシャザムそれは最強で最高な魔法の言葉です でこのシャザムっていうキャラクター,、えー、ビ,リービリー・バットソンが演じるこのシャザムビリー・バットソンというこの映画の中の少年がです、ね、シャザムっていう言葉を唱えるとスーパーヒーローに変身するんですこのシャザムっていう言葉 SHAZAM シャザムこれはです、ね、この文字にもちゃんとした意味が込められています S からいきますよ S ソロモンの知恵 古代イスラエルの剣とソロモン王に由来する全ての知識にアクセスできる力。A、アトラスのスタミナ。ギリシャ神話の神アトラスに由来する無人像のスタミナを得られる能力。A、アキレスの勇気。ギリシャ神話の英雄アキレスに由来する弾丸をも弾くボディですね。この弾丸をも弾くボディのところで、実際にこの少年。 まあ中にですね少年二人が出てくるんです主人公の少年と、えー、もう一人相棒になる少年ですねその相棒になる少年は、えー、ちょっとスーパーヒーローオタクで実際のスーパーマンが弾いた弾丸だとかバットマンのバットラングっていうのがこういう手裏剣みたいなやつをあのー コレクター書写して食べてるような本当のスーパーヒーローオタクなんですよ。その少年が持ってたスーパーマンの潰れた玉ですね。こうカキーンって跳ね返ってグチョッってなるスーパーマンの弾丸がここに当たって跳ね返った玉。そんな面白いシーンも真似るシーンもあるんですよ。はい、で、H、ヘラクレスの合力。ギリシャ神話英雄ヘラクレスに由来する怪力を発揮する能力。Z、ゼウスの全能。 ギリシャ神話の神ゼウスに由来するゼウスは稲妻の神ですよねこの稲妻を操るシャザムの力これもフィラデルフィアにならぬはい、なんとですねあのロッキーのアイ・オブ・ザ・タイガーのテーマのことであのシーン出てくるんですよロッキーの,あのステップアップの階段あそこのシーンでの、まあとで話します、はい、M マーキュリーの新速まるで DC コミックスの中のフラッシュというスーパースピードの持ち主のよりも素早いですね動きで瞬間移動のように素早く移動する超高速能力これがマーキュリーの新速ですで他はですねビリーと取り巻く家族の絆これあのー 内容としてスーパーヒーローものには珍しい家族の絆ってものがですね、すごくよく描かれてるんですよ。で、この家族の絆ってものが何なのかというと、あの、この少年ですね、主人公の少年は幼い頃にお母さんとはぐれ、まあ、はぐれとしか言いません。はい。はぐれ、自分の母親を探してるんですね。小さい頃から。 だけどもその少年はやっぱり里親に行かなきゃいけないわけです里親のもとに行っていろんな家庭を転々としながら実際の自分の家族には巡り合えない友達もなかなかできないみたいなちょっと不良っ気のあるというかやんちゃな青年に育ってるわけですよで実際にこの少年は悪いことはしないけれども自分の母親を探すためにですねパトカーのコンピューターをハッキングしたりして自分のお母さんの名前を入れてそこに会いに行ったりみたいなそんな感じのハートフル ハーーートトフルストーリーもあるんですでそのシーンで僕結構ねうるうるしてしまったんですよ。これは何でかというとこれ何で僕がここまでシャザンの作品が良かったかというと、あのー、主人公里親の元で育った。 はい。実際に僕もあまり言いませんけども、僕も里親のもとで育ったんです。で、その里親のもとで育つってことは、自分の母親、父親、そういう気持ち、その葛藤ですよね。育ててくれたんだけども、本当の血の下がっている親っていうものはどんなものなのか。そんな気持ちって、その少年の中にはあると思うんですよ。なので、実際に俺が経験した、その、 心の葛藤っていうものをですね、うまい具合に映画の中で描ききっているんで、これはね、見事だと思う。あの少年の演技なのか、監督さんの力量なのかわかんないけど、これはグッジョブ、はい。グッジョブでございます。サザム。はい、これ魔術師がいるんですね。この世界には、えー、永遠の岩というロックオブエタリティにたどり着く。ここのロックオブエタリティっていうのは、 ここにね魔術師シャザームの力を持った魔術師がいるんですねその魔術師は自分の力が衰えていって亡くなる前にた多分あのえっと7つの大座っていうねなんか怪,怪物みたいのをこう封印してるんだけども自分の力がなくなっていくにあたって新しい英雄を自分の力を渡すっていうことをしようとしてるんですでそこにいろんな少年とか大人とか子供とか いろんな人がそこにたどり着くのを呼ぶんでね探してるからで本当に純粋な心を持ったものにそのパワーを渡そうと思うんだけども何年経っても現れないんですそこで出てくるドクターサディウツシマナっていうこれ今回のヴィラン役の人なんですけども、えー、この人はですね僕の大好き、あのーえー、キングスマンとかで、あのーまあ、相棒というかあのつルッパゲのさキングスマンの中で出てくる、あのー、人を演じた人ですよね、えー ここの人この人人好きなんです俺すげえ好きでかっこよくてキングスマンの「ゴールデンサークル」っていう作品ではほらねあのシーンがあってすげえ感動したんだけどもあのー、その人がいて悪役がいてこの主人公はい、えー、ちょっとおちゃらけたというか、まあ、まるで子どもの心があるようなこのザッカリー・リヴァイっていうシャザメ役の書いてあるんです「僕はずっと大きな子供みたいなんだ」っていうこの 俳優さんですよねこの俳優さんがうまい具合に表と裏を演じきってるんですよ例えばヒーローのシーンこれ YouTube で撮ったりしてまあ友達とさ相棒なわけじゃないで実際にその少年は「サザム」って言ってサザムになるんだけども。 手から稲妻をあらせるんだけど自分の力をうまく操ることができないんですよどんな能力があるかっていうのもまだわからない状態なのでその友達といろいろ試行錯誤するんです自分の手をこうハンマーでぶっ叩いてみたりビルから飛び降りてみたりビルをひとっ飛びしてみたりすべてが失敗に終わったりとかこう。 うまくいかないかっこ悪いヒーローなんだけども、それを動画でこう撮影しながら友達らですね、YouTube 上にどんどん上げてくる。そうすると、サ h ムっていうのがすげえ人気が出てくるんですよ。それで、その YouTube の一見のその動画サイトの投稿サイトでこのサ h ムっていうヒーローが出ましたよっていうのもすげえ面白い試みなんだけども、これさ、ヒーローの部分ではすごい明るくコメディタッチに描いてあるんですね。 で、うまいと思ったのが、この悪役のヴィラン役の方が出てくる。はい。マーク・ストロング演じる、このドクター・シバナが出てくるところでは、ちょっと、ホラーテイスト溢れる感じの、誰が見ても、あこれこれ、キャラクター、敵役怖くねっていう感じ。だから、映像、映画がね、ですね、二つの、はい。すげえ明るく撮ってあるヒーローもののコメディタッチの部分。で、悪役演じる部分は、 ちょっとこれホラーテイストをやりすぎなんじゃないっていうぐらいに人がこうドロドロってと,とけたりするような怖い感じで描いてあるんでこのギャップがすごくてヒーローはきちんとかっこよくて笑えて面白い愛すべきキャラクターシャザムを描いてるんだけども悪役の方は怖いビランっていうのをきちんと映像で見せてくれてるっていうのがこの映画のある程度この善と悪の区別がつく素晴らしい撮り方だと思いましたで、えー、シャザムの映画っていうものはあのー やっぱりね、完璧ではないんです僕が思うに完璧ではないただフィラディルフィアじゃん俺ロッキー好きじゃないですかあのロッキーの階段のところでアイオブザ・タイガーの音楽に合わせてアイオブザ・タイガーの音楽に合わせて手からビームを発しながらアイオブザ・タイガーの歌を歌うシーンはすげえ笑いましたで全のおめ面白いコメディタッチな部分の映像と 悪の悪い部分の、えー、悪役の映像でヒーローとの戦いってものはマーベル作品とかにはな、ね、い。マーベルとかだともうすごいさアクションシーンがあってすげえかっけえかっけえすげえかっけえかっこよすぎんじゃねえのっていう感じの映像になってるじゃない。ただこのサザムっていう映画は昔懐かしいなんかねテレビ番組でヒーローものを見てるようなはい。そんな感覚に陥るんですよ。だから憎めない感覚でヒーロー映画を見てるこの え疲れないけど、何これ面白い笑っちゃうじゃないと、こう、はにかみ笑いをしながらさ、こう見てしまうような、あんまり疲れない作品なんで、えー、ガチガチのヒーローが別にそんな好きじゃない方は、めちゃめちゃおすすめかもしんない。ね。どうぞ。劇場に行って鑑賞してみたらいかがでしょうか。うん。あと何か話すことあったかな 最後のネタバレ的なその最後の恋が誰なのかっていうのもなんかキャラクターとかいろいろあるんだけどそれ言っても多分全然分からない人もいるんでその分ももう話さないですねなのでそうね今回の作品の見どころはい見どころお話しさせていただきます今回の作品はヒーロー映画として見に行くことはもちろん良いんだけどもそれよりもこう家族と家族の絆こう少年が大人になっていく心の中も大人変わりしていく周りの子たちも 一つの絆になっていくそんな感じの家族愛をテーマに描いたヒーロー映画だと思っていただいて家族愛人間の部分ヒーローが出てくるシーンよりも実際に俺ヒーローが出てこないシーンの方がちょっと面白かったかもしれないただ笑えるシーンっていうのはうまい感じにまだまだシャザムが自分の力をコントロールできてないっていう部分を面白おかしく本当にあの予告編にあるように描いていくのは すげえ面白かったです。だってさ、ある日突然俺がこう空飛ぶ力だとか、手からビームを発する力だとか、弾に撃たれても死なない力、それをえたら YouTube に映しますもん。こんな感じで。ねこんな感じで映すじゃないですか。それが今作の見どころで面白みで家族愛っていうテーマのある一つのまとまったシャザムっていう作品です。で、今までの、はい、もちろんありますよ。スーパーマンが大好きな方、バットマンが大好きな方、 ジャスティス・リーグが大好きな方、そのつながりはあるのって思ってる方、はい、あるんです。無理やり話聞くて席出ちゃった。あるんで、最後までエンドロールが流れ切るまでですね、席を立たないようによろしくお願いいたします。はい、主導。 本日はですね、シャザムっていう作品を映画レビューを撮らさせていただきました。で、えー、公園の中で撮っていたら雨が降ってきたんで、途中まですげえしっかり話したんだけども、雨が降って車の中に戻ってきてまた同じこと話そうとしたら喋ることを忘れてしまったんで、ちょっといい加減な映画レビューになった可能性もありますけども、この作品気になっている方がいたら、ぜひ見ていただきたいと思います。 はい、それではこのチャンネルが面白かったらチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたしますえ本日、α6400 の撮影のもとシャッタースピード60分の 1ISO、えー、はイ s o 感度オートで撮影させていただきましたあ餃子の王将の餃子が気持ち悪い、はい、では帰りますお疲れ様でした。 Curtains, Cause all we need is candlelight You and me and the bottle of wine when I ain't gonna hold you tonight Oh yeah Will we know?